さあやっていきましょうか。バイオハザード7。今回も張り切ってやっていきましょう。前回ね、ちょっと突然ジャックが扉からバーンって出てきたから本当にびっくりしたんだけど、まあそんなことは気にしないでね、サクサクっと今回解体室を攻略していって、こんなもう運転機くさーもう解体やろうからスッとととと抜けていきましょう。ということでね、まあ、ここはもう敵がワンサカワンサカ出てくるんだけど、一旦もう無視してね、さっさとさっさとサクッと進んでいきましょう。で、目の前からもう、インチキおじさんとおっちょ、無視するよ。ここの解体室どうしてね。あ、ちょっと待って、開始30秒で死亡。マジか。はい、こんにちは、ブルーホースです。ということでね、本日のバイオハザード7やってまいり、くっそ、ずれー。あんな一撃二撃で死ぬと思ってなかったわ。いやー、ちょっと予想だにしない出来事が起こりすぎてビビったね、マジでね。ってことはもうあれだね、きちんと一匹一匹をちゃんと縛いていきましょうっていうことだね。あとね、調べるべきところ調べていっておかないと、やられるよ。右から、あ、そうか、右からのあれか、倒しておいたからもう来ないってことね。っていうことなの、OK。やっぱ3発って結構きついよね。もう1発くらいあればよかったんだけど、5発とかね、あればよかったんだけど、そういうわけにもいかんぜやっていう話なんで、で、これ正面から出てくるのを、縛いておいて、ちょっと待って、いや、2体いるやん。2体、ちょっと待って、聞いてない。3体目？あ、もうこんなん相手に知らないべや。逃げる。急げ。早く。急げ。カチャコン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 。長い。その、バーっていけな、バーって。おー、溶けていくー。クーリッシュ。これ、なんか戻ったら敵出てくるとかないよね。大丈夫だね。よし、じゃあ。マッケンのリーフ最後ね、手に入れられないんですよね、ここでね。なぜかね、上半身だけが服燃えて、下半身のジーンズはちゃんと大事なところ隠しましょうぜっていうね、あのカプコンさんのね、紙仕様で。存分に知らせておいてね。これがそういうんで指パッチンしたらさ、警官がどんどん焦げていくんだよ。指パッチンしてないんだけどね。そう、ほら、ね、どんどん焦げてってるでしょ。ね。ほら昔なんかさ、カラーペインとかなんかさ全身さ、いろんな色で塗りたくって走りまくるっていう、全然意味のわからないさ、何のチャリティーなのっていうのがあったりとかしたじゃん。まあ、人間ってさ、まあとりあえずなんかこう何かにつけてチャリティーって言っとけばいいんじゃねっていうねところがあるんだけどね。あんななんかさ、いやもうこんな文句ばっかり言っても仕方ないんでね。あ、ショットガンを使いたいけどショットガンは使えないから、いや使えないことはないんだけど、使わないからね、使えないじゃなくて使わないからね、うん、はい。よし。じゃあ、これで登っていって、とりあえず、警官が吊るされているんで、鼻フック。うん。なんか、まっちゃん、ダウンタウンのまっちゃん、なんかエッチするときに鼻フックするのが好きらしいね。もう20年くらい前の話かな。もう今はね、もうわかんないけど、今はちょっと趣味が変わってるかもしれないけどね。ということで、下でアイテム拾っておいて、で、使えるアイテム使って、あ、そうか、競争弾を作っといたら、一発であれかな、作っといた方がいいかな。あ、でも、いらないかな、まだな。これヘビか。ヘビはヘビー。重い。拾えない？ちょっと待って、拾えないんかい。どうしよっかな。もう使っとくか。万全な体勢でね、挑んであげないと、多分怒られちゃうからね、キャッツにね。まあ、もう競争弾も使っといて、装填しないし、こんなところにも置いてあるっていう時点で、もう罠だってこれ、気づけよ、イーさんってね。で、お前どこに隠れてたんよ、痛い。飛び降りてくる。あれ持ったまま飛び降りてこれるって結構すごい。ほい。オッケー。一発。なんか生えてきてんじゃないこいつね。ド変態だよね。キリキリキリ。背中の傷は、どうだいか。背中の傷は、天使の恥だ。おっしゃー、行くぜ、ベイベー。うらららららら。さあ、ひるんだら最後だぜ。
切り刻んでやるよ、しゃがむ。ふん、甘いな。貴様ごときに私は倒せんのですよ。お前はもう死ぬんだよ。あ、まあ、死ぬんだよとかさ、あの、え、大丈夫？あの、もう、お前もう俺のこと殺してんだぜ、実は。あの時に。殺してんだよ。あ、ちょっと、ビューン、残念。残念って言われた、残念って言い返しちゃった。そんなことはどうでもいい。こうやって自分でさ、イーサのこと殺してるくせにさ、お前はもう死ぬんだよってさ、なんかね、あ、お前のお腹は腹痛なんだよって言ってんのと同じだよ。もう許さんぞ。ちょ、ん？腹痛はお前のお腹で起こってんだよ。あ、まあよくわかんない。日本語って難しいね。はい。切り刻んで、切り刻んで、切り刻んで。ギブアップした方がいいんじゃないか？それは何？自分に言ってんの？やばいやばい。じゃあ、全然、全然ダメだった。うらら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 ら。ああ、なんか、あまりにも自分の思い通りにならなすぎて、なんかもう自暴自棄に入ってる感じがするよね。ムカついてんのかな？まあね、それはね、こんだけダメージ与えようと思ってもね、なんか与えようとする瞬間にしゃがみ込んじゃうからね。てか、こんなチェーンソー、本当に実在するの？なんか両バサミ、板バサミ、あ、ちょっとね、しゃがん。甘い。切り刻んで、あれ？おぉ、はい、じゃあこれで終わりかな。あ、終わったね。顔みたいなのが見えたんだ。なんかこれ、ある意味さ、G1、G2 くらいの感じするよね。実はウィリアム。お前はここで死ぬんだ。お前はここで死ぬんだって再び？頭どこについてんの、それ。なあ、頼むから。あー、お疲れお疲れ。あ、こっち見んだし。ハンドガンかも。じゃあこれで開けましょう。ちょっと勝利の祝杯にコーヒーの。慣れてないゲームはさ、一戦一戦がなんかこうサバイバルだね、本当に。初めてやった時なんかあの C でしゃがむっていうことがさ、なんか本当に慣れなくてね。特にここアイテムはなかったっけな。回復薬取ってなかったよね。じゃあ向かっていきましょう。もう普通すごい顔の首の角度になってるよね。じゃあこれこのまま戻って、あ、でも戻っていくときさ、またあいつ出てくるのかな。モールテッドとジャックたちの主従関係ってどうなのかな。もう全部エブリンが支配してるのかな、ここら辺っていうのは。ちょっとどうなってるかわかんないんだけどね。特にここで拾いそうなアイテムでも物下げだし、じゃあこのまま戻っていきやしょう。ファッションショー出てこないしね。オッケーオッケー、いいだろう。いやー、なんとか無事クリアすることができましたね。じゃあこれでトレーラーハウスに進んでいくと思った。そうだ、おばあちゃんいたんだったね。あの階段から突如消えたおばあちゃん、君これどっから来たのって話なんだよね。で魔剣のレリーフをやって、あとサソリの鍵で開けれない、開けてない場所とかってないよね。サソリってあのドア、目の前のドアと2階のところだけでいいんだよね。だよね。でしばらくジャックはいないというか、ジャックはもう次のあそこでしか出てこないから、まあほん本館もゆっくりとこうちょっと探索することができるようにはなるんだけど、まあ一旦はあの、そっか、まだちょっと短いし、時間もあれだね、トレーラーハウスで一旦落ち着きつつ、ちょっとまだ回収しきれてないアイテムっていうのをこう探しておこうか。それが終わったらね、一旦パート区切って、次回からね、ちょっと本当もうあの皆さん苦手な方は本当苦手だと思うんですけど、ちょっとインセクトバーバー、インセクトババが出てくるんでね、ちょっとそいつを始末していくっていうところから始めていくことになるんですが、まあぜひね、楽しんでいただけたらと思います。あれ、あ、でもここ今行っても仕方ないんだよな。いやいや、無理だろ無理だろ無理だろ。最近寝不足でね、寝ても寝ても眠い。とりあえずここで、あ、そうか、ここでリペアキット手に入るから、ショットガンな、2発ちょっと無駄にしちゃったけど、あれまあどっかで2発だけ使うような場面があったらそれやっていく。でもな、あれな、まあ、ポンプアクション別に、まあ好きなんだ、ポンプアクションの方が好きなんだけどね、あの2発の散弾銃。やっぱりね、強いのと散弾銃って、あ、強いのと威力っていうのはなんかね、やっぱもうなかなかマッチしないっていうところがあるんでね。
したって。で、あとなんかアイテムはあるのかな。分離剤、分離剤使うことはないな。うん、この辺り、まあ、なんか、よし。で、これ、あ、拾えないのか。どうしよっかな。一旦、トレーラーハウスでアイテム整理しましょう。ちょっと次に進むためのお話も進む、やっていかないといけないしね。薬液、これも拾えないと。OK。カチコ。あー、そうだ。スタビライザー。にしようかな。ステロイドよりもスタビライザーの方がいいかな、うん、あのね、弾数がやっぱ少ないからね、弾数が少ないからスタビライザーでカチャコンって、あの拾えるやつにしといた方がいいかなと思う。拾えるじゃんね、想定できるやつの方にしといた方がいいかなと思うからね。みんなもう戻らない。そうなんだよな、ゾイからすると本当悲しい結末なんだよね。お手洗いということで、銃は拾ってもしかたない。とりあえずアイテム整理だけさせてもらいます。サソリの鍵は多分本当もいらないはずだよな。次手に入るのが確かカラスの鍵かなんかだったと思うから、カラスの鍵でなぜ鳴くのっていうのをやるね。こんな感じかな。カラスの勝手でしょ。やっぱり小さいよね。うん、俺に頼みってなんだ。それをやれば出られるのか。そう、よく聞いてね、イーサン。私たち家族は体を怪我されてるんだ。この汚れを取らない限りここからは出られない。ミアも同じだよ。治す方法があるのか。血清がいるの。血清さえあれば元の体に戻れる。手遅れじゃなければだけど。血清を作って元に戻りましょうということね。それが分かれば私だってとっくに逃げてるよ。でも母さんがきっと球館の中のどこかに隠してるはずなんだ。血清が手に入ればミアを治して帰れるんだな。ああ、そういうことだね。球館は沼のそばだからすぐ見つかるよ。わかった。でも母さんもそこにいると思う。よし、じゃあ、ここでね、電話を切って、ちょっともう少しだけね、アイテム回収だけ進めてしまって、で、このパート終わりにしていこうというふうに思いますね。まだ拾えてないアイテムがたくさんあると思うので、首。マネキンだったとしても、マネキンだからこそかな。やっぱ生首がポツンとあったら結構怖い。おお、ガンパウダー。怖かったりするんで、うわ、やばい。自分で操作しながらすげえ画面酔いしてきた。ごめんなさいね。多分見てるみんなの方が画面酔いしてるよね。これなんか画面用意しなくて済む方法とかなんかね、模索できたら、あれ拾えたじゃん。ちょっと待ってよ、なんで撃ったのよ、貴様。シャーマン。キャパウル。で、で、ここの、ショッタマを拾っておいて、ドアがガチャコン閉まるから。あ、アホか、俺は。バカしたわ。ショットガン持ってきてねえもん。ショットガン持ってきてないのに、どうやってショットガンを手に入れられるの。そんな都合のいい話はねえよな。もうトレバーさんさ、もう、なんであんなそんな意地悪な仕組みにしちゃってるのよ、ほんと。とりあえず、あ、そうか、でもこれショットガンのスペースをもう一個作っとかないと。よし、まあ、いや、とりあえず、向かっていきましょうか。ものすごい今、肩肘張ってなかった。気のせい。ね、よし、じゃあこれで交換しましょう。そうしましょう。ブー、そうだ、しまった。なんか自分で喋っておきながらバカか。アイテム整理の話してなかったね。くそ。どうしよう。なんかな、どうする。ガンパウダーでしょ。あ、でもそっか、ハンドガンの弾これ今使った。くそ、もう一回アイテム整理しに行きます。いや、ハンドガンの弾作ったら薬液の部分で、あの、なんとか薬液のスペース広がるかなと思ったけど、今29発で30発しかハンドガンの弾って整理ができないから、次のアイテムら使っちゃうんだよね。
いやもう本当もうこんなことで時間もったいない、皆さん付き合わせてしまって申し訳ないでございますね。まあ楽しんでいただけたらもういいんですけどね、これを見てね、あの人の振り見て我が振り直せじゃないですけどね、ああ本当ブルーホースバカなことしてんなと思ってね、ブルーホースみたいなバカなプレーはやらないで済むように私は学習していきますわよ、って言ってもらえたらね、もうそれで幸いでございます。本当にとぼけたことしやがって、さあこれでカチャコンって違う、そう当てるで、こっちね、もともと壊れてる弾の中にね、カチャ、銃が2発仕込まれていた、ね、もう一個、キーピックで開けるところがこっちのね、本館の方にあったんで、それ開けてね、で、戻って終わりにしようというふうに思います。わー、だいぶ酔ってきちゃったな。ちょっとね、変態親父のね、喉元を滑索っていうことをやってたんでね、それは気持ち悪くはなるわね。これ何が出てくるっけ、赤い服か、OKOK。 これあれだね、いやまあダメージを表現するためだから仕方ないんだけどさ、ただでさえ酔っ払うようなアイソレートビューなのにさ、ずっと画面に血がね飛び散ってたからね、だいぶ見にくい感じするよね。まあ自分のプレイが下手くそだからね、下手くそ打つざまだから、もっと上手くなって修行していきましょうっていう、ただそれだけのことだよね。はい、おっしゃ、じゃあね、この辺りでね、パートを終了とさせていただきたいというふうに思います。多分大丈夫だよね。OK。で、最後にアイテム整理だけして、本パート区切っていきたいというふうに思います。ということでね、ぜひね、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押してね、応援をしていただけたら嬉しいでゴンス。はい、じゃあ F。ショットガンもしばらくいらないざんすね。はい。この辺りかな。で、まあ、そっか、次回アンティークコインでスタビライザー手に入れるところからやっていきましょう。ということで、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタン押してね、2回目だけど、応援お願いします。ということで、本日の動画は以上で終わります。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。ビュー。